I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. マグロ、ご期待ください。釣りと言ったら、これしか思い浮かばなかった。というか、この状況で相棒なんて殺したら真っ先に疑われると思うのは、私だけですかね。今回は、海上での仕事になりそうですね。船からロケランぶっ放すという手もありますけど。司令官見っけ。なんで警察壁に突っ込んでるんでしょうね。トンネル効果でも試したのかな。トンネル効果とは高い壁に向かう側に手に持っているボールを投げる場合を考える。普通であればその壁を越える高さまでボールを投げることが必要になる。つまり壁の高さに相当する位置エネルギーよりも多くの運動エネルギーをボールに与える必要がある。壁の高さに届くようにボールに運動エネルギーを与えることが不可能な場合、その壁は古典的には乗り越えることができないポテンシャル衝撃となる。しかし量子力学の世界においてはボールを壁の高さまで投げることができないのにボールを壁の向こうに投げることができてしまう。あたかも壁にトンネルが存在しボールが壁をすり抜けるように見えるため、この現象はトンネル効果と呼ばれている。簡単に言えば壁を通り抜けられないことはないが、確率がゼロに近いということです。詳しく知りたい方はググってください。さ、船着き場に着いたし証拠を消しておきましょうか。行け。船に乗るのも久しぶりのような気がします。船着き場が少ない上にかなり遅いし、警察関係者を殺すのに警察が所有してるボートなんて使って大丈夫なんでしょうかね。車に乗ったところを爆弾で吹っ飛ばした方が私はいいと思いますけどね。何をしている。リバティシティではグレネード量は禁止です。死をもって償いなさい。一方的に投げられる痛さと怖さを教えてやろうか。悔しかったら反撃に一つや二つやばい何か落としてきた。ドラッグ缶を落として嫌い代わりにしてくるなんて、さすが警察だが、あいつ船から降りて陸から逃げるつもりだが許さん。筋肉に叩く。相手は死ぬ。グレネード量は禁止です。覚えておきなさい。これで一つ問題が片付きました。明日には外岸で船に引かれた男性が発見されるというニュースが流れることでしょう。Totally messed up. My ass is on the line, and you can't even kill a goddamn fly. I paid you good money to kill that witness, and he ain't dead. And today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Ah, 生き残りというのは多分前に少年保護を受けてた人かな。散々バットで殴っておいたのに。まだ生きていたとはね。救急車を襲撃するんだったら、この車では少々きついかもしれませんね。代わりの車を持ってきましょうか。持ってきました。加速力などでは、救急車に負けてますが、パワーなら負けてません。
ぶつけて一気に終わらせますが、ほら、そこの救急車、証人見せたらでしょう。証人を追いかけ、お、中身を落としましたね。あとはのんびり引き殺すだけですね。あの、この人めちゃくちゃ痛いんですけど、トラックが引いてるのにもかかわらず全然ダメージ入ってないんですけど。というかパトカー邪魔。仕方ない。一旦土星屋に行くとしましょうか。おそらくこのトラックでは入りきらないと思うので、別の車を探さないと。この車でいいかな。よし、OK。この車はここに置いときましょう。仕事再開ですよ。チャッキから銃弾は効かないと出ているので、やはり車で引くしかないようです。引く前にどうなってるかちょっと確認。包帯でかなりぐるぐるにされてますね。これじゃあ自分で動けないわけです。やはりスピードが出てないと全然効いてませんね。しょうがない、この前もらったロケットランチャーでも打ち込んでみましょうか。聞いてないんですけど、あの人本当に生きてるの？ I can't believe it! Oh my god!今度は直当てて試してみますか。さすがにこれならいけるでしょう。あ、痛かった。ちょっと近すぎた。けど、さっきよりダメージが低いね。車の爆発に巻き込んだ方が効率がいいかも。うわ、警察来た。私は、ただの通りすがりの一般人なんです。やめてください。やっはーすいません。緊急事態なんで、この車をお借りします。大丈夫です。すぐ返します。電源引いてから爆発させますので。バイキング。まだ生きてる。もう一つ表がある。いや、かなりの強敵でしたね。これほどダメージが入らない敵もそうそういませんけど。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。